シルバーを買うきっかけを作ってくれた息子夫婦のさっちゃんママが、私がパソコン好きなのを知っていて、シルバーのプリントをしたマウスパッドを父の日のプレゼントとして、早いですけど今日持ってきてくれました。いやー、いいなー。東急ハンズで作ったみたいですね。うわー、さっちゃん、いらっしゃい。あなたのおかげで、うちがトイプードル飼うことになったんだよ。さっちゃん、ほら、これでさっちゃんかわいいんだから。これで3歳の女の子だよね。そうです。ねえ、あれ、さっちゃん、ほら。さっちゃん、人に慣れてんのかな。ほら、おいで、おいで、ほら、ほら、ほら、おいで、ほら。おいでよ、さっちゃん。ほらほら、あ、おしっこいいよ、いいよ、うんちでもおしっこでもさしちゃって。そのためにやってんだからおね。しっこああ、よかったね。さっちゃんかわいいんだね。時間ほないら、うちのシルバーと仲良くできるかな。じゃあ、はい、近づけないで、あんまり近づけないで。仲良くねってシルバー、さっちゃん隠れちゃってんね。マキちゃんみたいな。あら、隠れちゃってるよ。同じ女の子じゃない。さっマキちゃんシルちバーゃん、だよ。シルバーだよ。ほら、待ってたんだよ、来るの。ほら、はじめ隠れまないして、で。はじめましてして。ほら、匂い嗅いで。ほら。シルバーもまだ子供、シルバー子供だからな。ほら、ほら、ほら。これおやつだぞ。はい。はい、そっから、はい、ここだよ、さっちゃん。おい、シルバー、お前、ダメだよ。はい、さっちゃん、やって。はい、ここだよ、おやつ。ほら、ここ、ここ。ああ、ここだ。でも、できたな、途中まで。さっちゃん、ああ、これ、もう一回やり直しだよ、ほら。シルね、おやつだからな。あい、トンネル越えたらご褒美。はい、ここだよ。はい、ここだよ。ほら、あらあらあら、あー、取れた。すごいお利口じゃない、さっちゃん。あんな怖がってたのに。お利口だね、進歩だね。ほら、ママね、バカみたいに喜んでんな。困ったね。ねえ、パパも今日はここにいるけど。私はお父さんだからね。わかったね。